選手とですね、試作品、300万円、年俸240万円で、育成契約をしたことを報告いたします。以上です。ありがとうございました。それではただいまより徳島インディゴソックス増田大輝選手、読売巨人の育成一巡目指名を受け、本日無事仮契約に至りましたので記者会見を行わせていただきます。はじめに早速増田選手より仮契約を済ませての今の率直なお気持ちをお聞かせください。本日、仮契約、させていただいた増田です。やっとこう、時間というかいろいろ、話聞かせてもらって頑張って稼がないといけないなという実感がすごく湧いてきたので、頑張っていきたいなと思います。やっぱり大和選手が出るんじゃないかとか言われてるのもありますので、二遊間取りたいっていうのもあったんじゃないですかね。ショートは今年タイガースはいろんな選手が守りました。ちょっと苦労しましたよね。第3中選択希望選手、埼玉西武伊藤翔。高校の時にちょっと評判だったんですよ、横芝系ここで、千葉の学校ですね。そうですね。だからもう1年目から徳島でもエース格でですね、この前あの BC リーグとかチャンピオンシップでもあの MVP 取って、はい、体はそんな大きくないんですけど、あのすごくこう安定したフォームで150キロぐらいあのスピードも速くなってるんで、ちょっと四国での、 あの映像しか見てないんですけど、はい、本当癖のないピッチャー。第3巡選択希望楽しいですね。横浜 DeNA 坂口康介投手、北海高校。北海高校の将来性豊かな坂口。ベイスター大会でもあんまり結果出してなくて、でもこの試合で先発でこうやっぱり完璧に抑えてはいないんですけども、スポーツ新聞の評価でも C とかこう B とかあんまり高くないんですよ、まあ、やっぱ実績がないんでどうしてもこう第一巡選択希望選手、中日大倉。おだったんですよ。強い感覚ですね。はい、体が強かったんですけど、やっぱり独立でちょっとスピード上がってきたんですね。第一巡選択希望選手、オリックス稲富弘樹捕手、三田翔成高校。兵庫の三田翔成高校から稲富を指名です。町元ですね、オリックスからすると。そうですね、ちょっと見れてないんですけど評判になってましたね。
あ、書く書く。あ、そんな全部書く。全部書く。3人中2人呼ばれて俺だけ呼ばれないみたいな。いにご野球大学、はい、ドラフト直前スペシャルということで、まあ、この時期によく聞かれるのは調査書が届く、うん、この調査書って、まあ、テレビとか、ね、雑誌とかではよく聞くんですが、うん、何ぞやと意外と知らない人多いよね。こうどういう風な流れでドラフト指名されるんですかって話聞かれるときに、うん、まあ、ドラフト指名されたことないんだけどね、あの可能性がある人はどんな人なのって話するときにやっぱどうしてもこう調査書が届いてないと、まあ、ほぼ確率がない。あ、みんな調査書届いてからドラフト指名されるからこうね、結構自己評価させる球団があったよ。